ドッカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールーム。さあ今日も一緒に鹿児島ユナイテッド FC を応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしております。かなりタイトな日程で今試合は行われておりまして、今週はまずね、3月16日先週の土曜日になるんですが、千葉との対戦4対2で勝利しました鹿児島ユナイテッド FC ですが、今週の水曜日は再び試合がアウェーで行われました。結構鹿児島からも多くのサポーターが駆けつけたと聞いておりまして、1000人ぐらいねいらっしゃったらしいですよね。この大分戦は0対3で敗れるという結果になりました。まあ、非常に寒い中での、風の強い中での試合だったと思います。なかなか思うようにね、この自分たちのサッカーができなかったのかなという印象があるんですけれども、サポーターの皆さん、あの試合に行かれた皆さんね、そしてダゾーンで見ていた皆さん、どのように感じたんでしょうか。ね、すぐ試合があるんですよね。今週末の3月24日日曜日、横浜 FC との対戦になります。さあこの横浜 FC 戦を前にね、この本当にタイトな中で、まずはどんな課題を持ってどのように修正してきたのかというのも非常に気になるところですが、まあいい材料としましては、千葉戦でやはり取るべき方が取ってくれたなという、その得点4対2というね、大量得点で複数得点で勝つことができたというのは、やっぱりこれすごくいい材料だったと思います。藤本選手が2得点、そして米澤選手が1点で、さらにですね、やっぱりこの試合で移籍後初ゴールを決めてくれました。リーグとしては移籍後ね、初のこの公式戦デビューとなった西藤選手のゴールっていうのは本当にいい材料だったなと思います。そこで今日はですね、その千葉戦後の、西藤選手のコメントをお送りしたいと思います。それではどうぞ。ブラインドでちょっと見えづらい中で僕の前にボール来たんですけど、まあ、なんとか本当慌てたんですけど、なんとかトラップしてなんとか押し込んだって感じです。ここまでタッチーム立ち上げから本当にこういう J リーグリーグ戦の出場っていうのを、まあ、僕自身も本当に待ち望んで、そこに向けて本当に着々と準備してきた中で、まあ、いざそのピッチに立って、まあ、その頭の中は結構明確にというかクリアに入れたんで、まあ、その中でも改善しなきゃいけない点とかは今日の試合で出ましたけど、本当にその準備が実ったというか、そういう手応えを感じれました。もちろんスタートで出るのが一番だと思うので、そこに向けて、まあ、純喜さんという壁がありますけど、聖夜とも競争しつつ、本当に誰がスタートで出ても変わらない、誰がスタートで出てもおかしくないっていうレベルまで本当に持っていって、またそこで高い次元で競争ができたらなって今思ってます。はい、本当競争をね、このチームの中でかなり高いレベルでしていらっしゃるんだろうなというのがこのコメントから感じることができましたよね。まあ、その中でやっぱりこの J2 という厳しいリーグの中で勝ったり負けたりのこの結果っていうのはある中で、まあ、長いシーズンの中でやっぱりね、この夏とかものすごいやっぱりタイトな中でね、暑い中で戦わなければいけない、そんな中今この勝ったり負けたりする中で課題を見つけたりして克服してもっともっと強くなっていきたいなと、行くんだろうなと、そんな風に私は感じました。さあ皆さん、ちょっと大分戦はね、やっぱ勝ちたかったですけれども、ちょっと応援メッセージを皆さんからいただきたいなと、この番組から発信して日曜日は勝って喜びたいですね。3月24日日曜日14時キックオフ、横浜 FC との対戦です。この間は野岳選手兄弟の対決がありましたよね。元鹿児島に所属していた鹿児島の、野岳宏也選手のお兄さんである純也選手が大分にいらっしゃいましたけれども、このねマッチアップもかなり熱いものがありましたが、今度横浜 FC にはドカチャールス選手のお兄さんがいらっしゃるんですよね。この兄弟対決もとっても楽しみです。応援メッセージは
ファックス0992391130、0992391130。メールはスポーツアットマークミュー FM.jp、 sports アットマーク myufm.jp でお待ちしています。リクエストもよかったらね、そしてメッセージも書いて送ってください。お待ちしています。ではラジオネーム、先ほどのね葉っぱ隊さんからいただいておりますよ、お届けしましょう。 The Blue Hearts、 未来は僕らの手の中。